おはようございます。港さん、まずニューヨーク市場振り返っていかがでしたでしょうか。はい、朝方こそ原油価格の下落等を材料にリスク回避の動きからドル買い円買いが進行する場面が見られましたが、午後に入りギリシャが緊縮財政5カ年計画で IMF 合意と報じられたことを受け、市場の流れは一転、ユーロドル、ユーロ円は買い戻しが優勢な展開となりました。港さんの予想レンジをご紹介します。80円の10銭から81円ちょうどということです。ポイントにドイツの IFO 景況感指数を上げていただきました。注目ですね。はい、4月に実施された政策金利の引き上げの影響や債務問題が及ぼす消費センチメントへの影響など、今後は欧州の景況感も材料になる可能性があり、ユーロ圏の景気を牽引してきたドイツの数に注目が集まります。同指数は昨年から今年初めまで上昇基調をたどってきました。春先以降一服感が出ている状況です。こういった指数の状況で為替の影響はどうなんでしょうか。はい、昨日発表された欧州圏の PMI 指数は市場予想比下振れしていることから、仮に IFO 指数まで同様な結果になるとユーロ圏景気減速懸念が台頭することになりかねません。債務問題という重さある中で景況感にまで変調が生じるとなれば、再びユーロ安をメインシナリオとして大きく動き始める可能性があります。はい、わかりました。港さん、ありがとうございました。ありがとうございました。で、続いて下の日経平均。はい、おはようございます。今日もですね、アメリカはマーケット終わりました。まずドル円からですね、15分を締めてみたいと思いますが、今ドル円はですね、揺るがかにですね上昇してきまして、このドル円の50円目を起点の締め買いが入ってきましたが、80円80銭ですね、この元での予想通りに行ったところで、下落を始めまして、そのままあとはアーバン金利終了ですね、80円50銭近辺で終了。値幅的にはですね、46.26ですね、これ15分足、そして1時間足で見るとですね、この感じになっておりまして、見事に80銭のところまでで、抑えられて、これは昨日の200円目で抑えられるというような感じですね。1時間足して東に見るとこのダブルボタンのような感じもありますが、結構80円台も硬いですね。これ上昇に転じるかどうか注目ですね。以上がドル円でして、原油が大きく、下落しましてですね、それと釣られるように、ゴールドもですね一気に下落しまして3万ピクを突破しましてですね、下値はですね1513ドルですね、そこから反発を始めまして、前の S1、S3 付近で終了。値幅的にはですね36.80セントになってますね。で、中央は市街地的に見てもですね、このトレンドラインというんですが、トレンドラインを大きく超えるとですね、100円分もあって、ほぼ全部のような形になっちゃいましょうかですね。大きく下げて、若干反発する場面もありましたが、ショートカバーですね、これは。1時間足でして、冷やし的に見ても、
ですね、ずっとですね、仕掛けがずっと続いてですね、私も今日はみんなに倒されてしまいましたが、ホースタイムからね、ホースタイムというか、あれですね、アメリカタイムからアジアタイム、ずっとですね、ホースタイムずっと売られましてですね、熱算ができてね、でちょうどアメリカにぶつかり始まって1.241.241.40終わるかなというところでですね、ニュースが出ましたですね、最速ですね、また2時発表されて、まあ、また切り返すとですね、戻してきましたね、ちょっとこの辺でちょっと頑張れなかったんですがですね、あれなんですね、これはもう大きな仕掛けでしたね、ヤマテックでは286ちょっと今日は15年越しでして、エイジガスの渡り渡りのひたすら一つをですね、レースさんを超えてですね、していきたいなと思ってますんでね、よかったらね、どんどん見ていただくと、友達登録していただくとありがたいです。まあ今日は今週これで最後ですのでね、気を抜かないようにね、落ち着いて慎重に、今週のね目標減らさないようにですね、頑張っていただきたいと思います。それでは失礼します。